こんにちは、動画をご覧の皆様、そして深草さん、マイアミから日本へようこそということでございます。まあ、深草さんもね、実家が、ご実家側の日本ということなんで、ようこそというよりもお帰りって感じですかね。で、今回、あのフロリダを中心とする、まあ、マイアミですね。この辺の地区の経済状況とか人口とか、まあそういったものに触れていただいたんですけども、そうですか、スペイン語ね、英語がわかればいいってもんではないんですね。 まあ、スペイン語もおそらくですけども英語語のの次ぐらいいによよく使われるメジャーなな言語だったのかなと思いますよね。もちろん今は中国語の方が台頭してきたと思いますしもともと中国語っていうのを使う方が多かったのが国際的に中国の言葉っていうのが受け入れられ始めてでますますスペイン語よりは中国語っていうような流れになってくると思いますけどもそうですよね確かねあのブラジルとかチリとか南米っていうのは中南米っていうのは。 あのスペイン人が、まあ、征服したところでもあるんでスペイン語が主流なのかなと思いますよね。まあ、それで当然ですけどもフランスとかフナスじゃないスペインとかポルトガルっていうのは、まあ、スペイン語ですしね、まあ、そう考えるとスペイン語っていうのがこれから大きく使われてくるのかなという気も、うん、しますね。で深草さんっていうのがドイツも <laughs> 行かれてたということですごいですねやっぱりいいろろんんなな言語を使われていろんなね。 あの文化とか経済とか人口とか習慣の差っていうの格差ってものを多分ご存知だと思いますんでこの格差をまあいわゆるねインターネットを使ってお金に換えるインターネットビジネスするっていう方法はまた一つね展開できるかなと思いますよねすごいなと思います例えば YouTube 一つとってもそのタイトルにですね日本語しか入れられない方とタイトルに日本語も入れるんだけども同じような同盟の英語のこうねえー タイトルを入れるってことによって SEO 効果を高めるってこともできるんですよ実際動画説明欄に英語を入れるとアクセスが高くなる要するに英語圏からの あの、なですかね、アクセスにも対応するってことになります。検索にもかかりやすくなるってことがありますので、えー、YouTube 戦略の中で語られたことがあるんですけども、なかなかすごいなと思いますよね。はい、それですね、ご質問いただきましたように、FX、毎日 FX ですけども、これはですね、毎朝の更新情報をメールでお届けしていると思いますけども、そちらの方に必ず搭載してます。ですんで、午前7時とか8時には更新がもうされている状態なんで、もしご覧いただけなければ、そっか塾のポータルサイトの中の、毎日 FX と コーナーの中にまあ日付とともに動画が搭載されてますのでそちらをご覧いただければなと思います、えー、こちらがねかなりねあのー、一番最初からやる人もう本当に高いレベルじゃなくて第一歩からやる人にはかなり向いてるんじゃないかなと思いますというのが私は fx のプロでもないですし指導力もないんですよ実力も大したことありませんまあですので 多分ねあの、これから始める方にとってみてはものすごく肩を並べてできるところだと思うんですよただ、まあ、勝率は結構よくて結構勝ち続けてるんで考え方は参考になるんじゃないかなと思いますただその考え方っていうのもただ単純に私はあの伝統的な書籍とか仲間のトイレでの教育から受けたものをただ受け入れしてるだけなんで私の判断っていうわけではないんですよ 忠実に忠実に基本に忠実にやってるだけなんで本当暗記と模倣だけで FX ってのはある程度ね6割ぐらいは勝ちにいけるんじゃないかなと思います。 でも6割勝っていても4割は負けますんで私の場合その差額の2割で利益を上げてる状態ですからそこに自分の持ってる資金をちょっと多めにつぎ込んでるんで利益が出るのが早いわけなんですよでもやっぱりねあの FX に傾ける資金が10万とか20万っていう方は、うん、同じ勝率をもってしても金額の増え方っていうのはゆっくりだと思います、まあ、そこはですね、えー、別のところで FX の資金を作るっていう立体的な考え方で FX に突っ込む資金を生活資金を割いてとか借金をしてっていうことはやっぱり 考えなながいいいかなと思いますあの自分の余剰資金の力量に合わせた、ね、エントリーになってくると思います。で実力が上がったら、まあ、そこに投入する資金をねちょっとこう生活配分全資金の中から配分を変えていってもいいと思いますけども最初まだ学んでるうちっていうのはこれはね皆さんに言,うこと言えることなんですけど学んでるうちっていうのはあの勉強代がかかると思いながらねでも FX っていうのはだいたい五分五分ぐらいで勝率っていうのが 最初落ち着くのが目標なんですよ不思議ですよね。FX って何も知らない時にやったら上がるか下がるかしかないんで五分五分の勝率なんですけども学べば学ぶほど勝率は落ちていくんですよ。これはねやっぱり学び方をやっぱ考えないとそうなっていくんですよね。で大半の方がそうなります。なぜか学ぶところが変に誤解しちゃうんですかね。まあ、こういったことをなくすために私みたいな立場の発信がまお役に立てるんじゃないかなと思いまして2年。 前後ね、放送の通報を続けております。それでは本日もよろしくお願いします。お忙しい中メッセージありがとうございました。